はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅建の勉強でこんな間違いしてませんかということで、勉強していても思ったように点数が取れない、また実力が上がってこない、そういった方は今からお伝えをする1から5のような間違いをしていないか、ちょっと確認していただきたいんですね。これ意外と思い違いをしている人たくさんいらっしゃいますんで、ぜひご確認ください。まず1つ目です。なぜ半年間1日2時間以上勉強しても合格できないのか。そうなのって思わないですか？1日2時間以上勉強しています。さらにそれを半年間以上、もしかしたら1年勉強しているかもしれません。それでも合格ってできないんですね。で、それはなぜなのか、これお伝えいたします。またなぜ過去問とテキストで勉強して合格できないのか。これは過去問とテキストだけで勉強している人ですね、意外と多いと思います。でもこれだけではなかなか合格するのは難しいんですね。それはなぜなのか、これもお伝えいたします。で、3つ目が、なぜ動画学習は非効率なのか。意外と動画学習している方非常に多いと思います。 YouTube で勉強したり DVD で勉強したり、特に最近多いと思うんですけども、これ実は非常に非効率なんですね。その理由もお伝えいたします。で、4つ目、なぜ予備校に通っても合格できないのか。これも意外とですね、大手の予備校を通ったら独学よりも合格しやすくなるんじゃないのかって思っている方いるんですね。ただ実際のところ、おそらくそれほど変わらないんですね。で、これはなぜなのか、これもお伝えをさせていただきます。で、5つ目、なぜ独学で理解学習することが非常に難しいのか。私の動画をよく見ている方っていうのは、理解学習の重要性、宅建に合格するためには理解学習が重要だってことを何回も何回もお伝えしているので、理解学習の重要性は分かっていただいていると思います。でも実際独学でそれを行っていこうと思うと非常に難しいんですね。それはなぜなのか、これもお伝えをいたします。この5つを読んでいただいて、そうなのってもし思ったのであれば、それが原因で実力が上がっていなかったり、本試験で点数が取れなかったりしている可能性がありますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まず1つ目、なぜ半年間1日2時間以上勉強しても合格できないのか。もちろんこれで合格していく方もいるんですけれども、多くの方がこれでも合格できないんですよ。それはなぜなのか。実際私のところによくお悩みのメールが来ます。10ヶ月以上勉強したにもかかわらず、結局知識が浅くて本試験合格できませんでした、そういったメールですね。勉強はしているんだけども本試験で点数が取れないっていう方ですね。予想模試については比較的点数取れてくるんですね、こういった方っていうのは。勉強はしているので予想模試では点数取れてくるんですけども、本試験で点数取れないんですね。で、これなぜかというと、この内容に該当する方っていうのは勉強量は非常にたくさんやってるんですよ。ただ一方で勉強の質が悪いっていう方なんですね。こういった方が合格できていないんです。実力、つまり合格点を取るための力っていうのは勉強の量×勉強の質なんですね。つまり量と質、どちらも重要なんです。量だけたくさんやったとしても質が低ければ点数取れないんですね。で、勉強の質が悪いってどういうことかっていうと、これが2番目につながってくるんですけども、過去問とテキストだけで勉強しているっていう方なんです。過去問とテキスト、宅建の過去問と宅建のテキストですね、っていうのは理解すべきところまで書いてないんですよ。だから結果として多くの方がやりがちなのが、テキストの内容丸暗記だったりとか、過去問の解説の内容丸暗記しちゃうんですね。もちろんそれをやっていれば過去問の点数は上がってきます。でも本試験ではそれ点数取れないんですね。引っ掛け問題だったり応用問題、そういった問題でことごとく失点します。また凡ミスも多くなってきます。で、結果的に合格点が取れないんですね。で、これっていうのは日頃の勉強で丸暗記学習をしていることが原因なんですよ。重要なことは勉強の質を上げることなんです。勉強の質を上げるためには理解学習をやっていくってことがすごく重要になってくるんですね。で、この理解学習を行うためには、この過去問とテキストだけではやっぱできないんですよ。過去問の解説、テキストの解説の中に理解すべき内容まで載っているものが非常に少ないんですね。これは後でもお伝えします。4番、5番でもお伝えしようと思ってるんですけども、予備校を受講して予備校から支給される教材の内容の中に理解すべき内容まで含まれているものって非常に少ないんですね。もちろん全くないとは言いません。ただ非常にやっぱ少ないんですよ。
で、そうなってくると結果的にはもう自分自身で調べなきゃいけないことになっちゃうんですよね。なので宅建の教材だけで勉強するのはなかなか勉強の質が上がってこないので、それだけでは合格するのは難しいんだということです。そして3つ目、動画学習。これ非常に使い勝手がいいんですね。また動画で教えてくれるので非常に分かりやすく感じるんですよ。ただしデメリットも2つあります。まず1つ目のデメリット、すごく時間がかかるんですね。これ実はですね、私も初め勉強した当時っていうのは動画学習やってました。でもある時気づいたんですね。動画学習やってるとちょっとしか進んでいないのにめちゃめちゃ時間がかかってるってことに気づいたんですよ。参考書を自分自身で読めば5分ぐらいで終わるところを、動画学習だと、動画だと10分以上になってたりするんですよね。つまり2倍遅いってことなんです。動画学習のが2倍非効率なんですよね。で、さらに2つ目のデメリット、これはですね、勉強した気になっちゃうんです。動画を見ているだけ、また動画を聞き流しているだけで勉強したつもりになってくるんですね。その動画を見ている時間を勉強時間に加算するんですよね、多くの方が。例えば動画1時間見たというのであれば、自分は1時間勉強したって思っちゃうんですよ。でも実際動画が終わった後に何を勉強したのか思い返してみてください。多くの場合が頭に残ってません。これはなぜかというと、動画学習っていうのは受け身の学習なんですね。自ら何々を学ぼうと思って情報を取りに行ってるのではなくて、動画の向こうで先生が教えている内容を受け身で情報を入れるものですよね。考えてみてほしいんですけども、これがわからない、だから調べようと思って勉強した場合と、単に情報がダラ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 流れているのを聞くだけ、どちらの方が頭に残りやすいかってとこを考えてもらいたいですね。前者は積極的に情報を取りに行ってます。一方で後者っていうのは受け身で情報が入ってきてます。もちろん前者の方が頭に残りやすいんですよ。だから弊社の個別指導でも動画はあるんですが、動画学習は積極的には進めていないんですね。できるだけ問題文を読んで、また解説も文章を読んで、そこで理解をしていきましょうっていう風な感じを取ってるんですよ。その方が読解力がつくんですね。動画学習だとなかなか読解力ついてきません。また先ほども言った通り、問題読んで解説読んでってことをやるわけだから、自分で考えて、あ、こうこうこうだからこうなのか、こうこうこうだからこうなんだなって納得しながら勉強ができるんですね。実際弊社の個別指導で使っている過去問集っていうのは具体例だったりとか理解すべき内容まで入っているので、あ、そういうことだったのかっていうことを体験しながら勉強を進めることができるんですよ。なので自分自身で考えて勉強していくんですね。つまり積極的な勉強ができるんです。一方で動画学習っていうのはそれがやっぱりしづらいんですよね。なので動画学習はおすすめしていないんです。弊社の個別指導の受講者にも、最終的に解説読んでも分かんなかったといった場合の最終手段で使ってくださいっていうふうにしてるんですよ。つまりもう動画学習は最終手段なんですよね。だって多くの方が講義とかを動画で勉強したりするんですけども、あまり効率的ではないですね。時間がもったいないですし、短期間で実力を上げるって思った時に動画学習は非常に不向きです。なので動画を使うこと自体は悪くないけども、使い方をちゃんと考えて勉強はしていった方がいいということですね。そして4つ目、予備校に通っても合格できないっていうのは、予備校に通った場合と独学の場合を考えていただきたいんですね。違いを、独学の場合っていうのはもちろん教材は揃っています。独学だったら自分自身で揃えないといけない。ただ宅建レベルであれば市販の教材でも相当たくさん出回っているんですね。なのでそれをある程度一式揃えちゃえば、予備校の教材と同じぐらいの教材が出来上がっちゃうんですね。揃えることができるんですよ。つまり教材の差ではそんなにもう変わらないんですよ、予備校を通った場合と独学の場合。じゃあ予備校と独学の違いは何かというと、予備校の場合は先生が目の前で教えてくれる、もしくはまあ動画学習かもしれないんですけども、まあ動画で教えてくれるっていうところが一つのメリットかもしれません。ただ動画学習のところでもお伝えした通り、すごく時間がかかっちゃうんですよ。で、受け身ですよね。先生が講義をするわけなので受け身の学習なんです。自分自身が積極的に何々を学ぼうと思って情報を取りに行かないと、講義が終わった後に結局頭に残ってないっていう場合が非常に多いんですよね。また予備校では理解すべきところまで教えることってなかなか難しいんですよ。
これっていうのは時間的に難しいんですね。まあ、例えば予備校通うと週に3回、1日2時間から3時間の講義があったりします。これを1年間ずっと続けてくれるかというと、実はそうじゃないんですよね。例えば半年間だったりとか、短期集中講座になってくると3ヶ月とか4ヶ月とかになってくるわけですよ。そうすると、その中で理解すべきところまで教えていたら時間がなくなっちゃうんですね。だから予備校では重要なポイントを押さえていく学習をしていくんです。で、重要なポイントっていうのは教材にも載ってるし、市販の参考書とかにも載ってるんですよ。であればそこを見てしまったらそれで終わりじゃないですか。はじめにもお伝えした通り、宅建に合格するために重要なことっていうのは勉強量と勉強の質なんですね。勉強の質っていうのは理解学習です。理解すべきところをしっかり理解をしていくってところが重要なんですけども、予備校ではやはり時間的な問題があって、そこまでお伝えすることがなかなか難しいんですよね。だから結果として自分自身で調べていかなきゃいけないとなってくると、結果的に独学とそれほど変わらないってことになっちゃうんです。そうすると予備校生も通信講座の方もそうですし、独学の方もそうなんですけども、自分自身で理解学習をやっていかないとなかなか合格するのは難しいってことに気づいていただけたと思います。でも実際のところ、独学で理解学習することって非常に難しいんですね。で、これはなぜかと言いますと、まず自分自身で調べなきゃいけないわけだから、調べ方がわからないとなかなか厳しいですよね。何を調べていいのかわからないっていう方意外と多いんです。私のところにお悩みのメールいただいた内容でも、そういった何を勉強したらいいのかわからない、何を調べていいのかわからない、で、何を理解したらいいのかわからない、まあこういったご相談多いんですね。で、これっていうのは一問一問についてやっぱ違うんですよ。この問題についてはここを理解しましょう、で、この問題についてはまた別のここの部分を理解しましょうっていった感じで違うので、一概にこれを理解しましょうって言えないんですよ。個別の内容になってくるので、なかなかお伝えするのが難しいんですね。なので、もう自分自身で過去問を研究しながら、理解すべきところを見つけていく、分析をして発見していくってことをやっていかないといけないので、なかなか独学では難しいです。で、調べるところについては、例えば権利関係だったら、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト、法令上の制限であれば、国土交通省のサイトとか、都道府県のサイトとか、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁さんとか税理士さんのサイトとかで調べていったらいいです。ただ先ほども言った通り、何を調べていいのかわからない、どこを調べていいのかわからないっていう方がやっぱ多いっていうのが現実なんですね。また調べるにも時間がかかるんですよ。これ私自身も体験したんですけども、私自身は独学で勉強してました。一番大変だったのが調べるのに時間かかるってところだったんですね。例えば4選択肢あるじゃないですか、1問あたり4選択肢ある。1問あたり30分ずつかけたりとかっていうのがあったんですよ。つまり大問1問理解するのに2時間かかったとか実際あったんですね。なので時間がたくさんかかってしまうってところも、理解学習のまあ難しさっていうのか、こう続けることの難しさに含まれてくるんですね。ただ実際今の動画お伝えしただけで、あ、自分はここが弱点だなって分かっていただいて、自分でできる方もいらっしゃるんですよ。理解学習も、あ、そうなのかと、あ、国土交通省のサイト調べていったらいいのかだったりとか、あ、弁護士さんのサイト調べていったらいいのか、それが分かればもう自分自身で調べてどん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 理解深めていく方実際いらっしゃるんですね。もうそのような方はもう自分自身でやっていった方がいいと思います。お金をかけずに自分自身でやっていけば1回に合格十分可能です。ただもしあなたが今聞いた内容、自分自身で行っていくの難しいなと思われているのであれば、ぜひ弊社の個別指導ご検討いただければと思います。個別指導であれば、弊社の教材の中にもう理解すべきところは書いてありますので、自分自身で調べていくってことは非常に少なくなります。またわからないことがあったら言っていただければ解説させていただきますので、その点もご安心ください。宅建の勉強で悩んでいる、勉強してもなかなか実力上がってこない、やるからには1回で合格したいという方のための個別指導なんで、もし次の試験で宅建に絶対合格したいというのであれば、個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらから個別指導の内容をご確認ください。宅建試験は難しい試験ではないんですよ。でもやり方を間違ってしまうと非常に難しい試験に感じてしまいます。このように勉強の仕方間違っていくと本当泥沼に入ってしまうので、この動画を見ていただいたあなたにはそのような泥沼に入ってほしくないんですね。やったらやった分だけ実力を上げて、そして次の試験で合格していただきたいと思っております。受講していただければあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。
あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。